これ、結論から言うと、ですね私はできないと見てるんですよ。できないそれで、できないっていう人っていうのは、一般論として左派とかリベラル派とか平和運動の人が多いでしょ、私は違うんですよ、保守も保守で、日米安保体制がもう日本の根幹であって、その本で、経験では私、非常に外交は高派なんですね、いつものコメンタリーで分かるように。そのののの観点から見ると今政権問題っていうは 多分、将棋や語をやらないと思うんですね、チェッションも。一手だけで終わりなんですよ。ああ,あ、そうか、そうか。うん、要するに、反発が出てきたらどうなるか。えー、例えば、えー、リスナーの人も聞いたことない言葉だと思うんですけども、ナゴマサーっていう言葉があるんです。ナゴマさー。これは、沖縄の方言で、ナゴ、えー、が勝つと。えー、要するに、ナゴの人間っていうものは、俺たちのことを俺たちで決めると。ナゴ、えー、は他の奴より強いんだぞと。うん、こういう意味なんですね。 この名古屋さんがいるところに、外部の人が入ってきてすごく嫌がるんです。南ん、はあ。陣営はだから外部からの応援者を極力入れないようにするんですよ。はあはあ、外部から入ってきて、ええ、500億出すぞと。ええ、こういうの話をすると、品、ええええ、縮カとあるいは知事がこれね。<laughs> あ、ちょっと待って、自民党は外部ですか 自民党外外部部ですよ名護の中の人たちで決めさせるっていう、そういう戦略を取った方が勝つんですよ反乱というか、あのちょっと意思をね、自民党支持者でも曲げた人はいっぱいましたけどや、それもたくさんいるし、それからと、知事が車で走ってるでしょ、もう何人もの人から聞いたんですよね、その名護、実際取材に行った沖縄の記者たちが、扉閉めると、住民がそれとかとすれ違いにですね、手でツ出して見せるとか。 だから、知事も今までこんなことはなかったって、まっそうなってるわけですよ。はあ、だから、沖縄県知事が、名護の選挙のことについて何も言わないんですよね。はあ、あの市長選挙がああ、市議会議員選挙があるとか、それから、はい、知事の選挙があるとかって言われてますよね。はいはい、だから、これが全部反対派になっちゃいますね。なっちゃいますか。ええ、はあ それから、キャロライン・ケネディさんが行くでしょう。え行きますね。これが、私、裏目に出ると思うんです。ほう。例えば、あの、琉球新報とか沖縄タイムスのホームページ、無料のやつ見ていただくとわかるんですけど、英語がすごく増えてるんですよ。え。ということは、戦略的に、アメリカに対して大変だよってことを訴えてると。特に東京では全然報道されてないんですけども、稲見の新知事は、あの、国際社会に訴えると。 これもう植民地化されてると。ほうほう。ほうこんな感じになったら相当テンション上がってるんでんこのまんまだと、うん。家庭な基地まで使えなくなる危険がある。ああ住民の敵意に囲まれた基地っていうのは抑止力機能しないと。だからそもそも、沖縄の海兵隊っていうのは沖縄にいなくて、1950年代に岐阜と山梨から移ったんですよね。そうなんですかええ。要するに日本の中での反対運動強くなっちゃったんで。えー、それじゃ機能しないと、抑止力が。それで沖縄行った当時沖縄憲法。 ないですからね。そうか、そうか、そうか。だからそういったことってもう、あの、沖縄の人たちは覚えてますけども。寝深いですね。根深いから。だから安全保障を維持するってむしろ保守的な立場、日米安保を堅持するためには現実的にどうしたらいいかっていうことを考えないといけないのに、なんか次の手で向こうの反発がどうくるとかの読めてない感じするんですよ。言ってしか読んでないっていうね。そうですか。だから将棋碁をもう少し、あの、政治家やられた方がいいんじゃないかなと。は 佐藤さんはこの後は7時代に登場です。よろしくお願いします。